今日27日日曜日、関東や九州などで基準を上回る花粉が観測され、1都11県で本格的な飛散シーズンが始まったとみられます。花粉飛散が本格化したのは東京都、神奈川県、千葉県、福岡県などの1都11県です。東京都では昨年より13日遅く、平年2月20日より7日遅い本格飛散開始となります。では花粉の飛散のピーク予想を確認していきましょう。関東では3月下旬にかけてスギ花粉の飛散ピークとなります。3月上旬には西日本から東日本の広範囲で飛散ピークを迎え、北陸や東北でも3月後半にはピークに入る見込みです。花粉症の方は薬の使用や帰宅時に服を払うなど万全の対策をしてお過ごしください。最新の花粉情報はお天気アプリウェザーニュースからもご覧いただけます。ぜひご活用ください。